どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、ゆりかです。はい、ということでですね、今日はレバレジーズさんという会社にお邪魔させていただいております。で、今日はですね、昨日までいろんな面接指導とか ES 指導をしていただいたと思うんですけど、今日は実際の面接を受けていただきます。緊張してますか？昨晩からすごい緊張してて、自己 PR とガクチカを何度もかけ直して、あの3日間でアドバイスいただいたことを参考にして、すごい面接対策をしました。やれることはやったということで、はい、まあ就活は多分マッチングだと思うので、もしかしたら受からないかもしれないけど、会社はいっぱいあると思うので気負いせずに頑張ってください。はい、レバレジーズさんはちなみに最近新オフィスになって、こんな感じでめちゃくちゃなんだろう、おしゃれというかね、僕もなんか知らないけど緊張してますということで頑張りましょう。頑張ります。本日採用担当をしていただく社員のお二方です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レバレジーズ株式会社で執行役員やっております藤本と申します。採用担当の長谷川と申します。よろしくお願いします。弊社は創業15年目の IT とか医療介護などの様々な領域で事業を展開しているベンチャー企業になります。従業員数も1000人は超えてきたんですけれども、大きい事業部でも100人ちょっとで、小さいところであれば、本当に10名程度の事業部がたくさんあるような形になるので、規模は大きいながらも一人一人の裁量は大きく仕事をやっていける環境かなというふうには思ってます。では早速面接始めさせていただきたいと思います。はい、まず自己紹介からお願いします。はい、立命館大学経営学部国際経営学科3回生の大見ゆりかと申します。大学では入学時にチアリーディング部の方に入部させていただいて、そこで勉学の方にも励みたいと思い、休部してカナダへの長期留学を実施して、今年の4月頃に帰ってきました。本日はよろしくお願いいたします。簡単に学歴だけお伺いしてもよろしいですか？小学校の頃は、地元の小学校に通っていたんですけど、中学校で中学受験をして、立命館宇治中学校に入学しました。そのまま、立命館宇治高校、にも進んで、その内部進学として立命館大学にも進みました。人生振り返って、自分が努力してきたりとか、目標達成したこと、そういうシリーズで上位3つ挙げるとしたら、何と何と何になります？一つは、その最近で言ったら、やっぱり留学の経験がすごい、私の中で人生変わったなって本当に思っているのと、あともう一つはその大学での部活動もっていう上下関係とかすごい悩まされた時期があったので、それはとてもいい経験になりました。もう一つは高校での体育祭の経験は、とても初めて200人くらいの学生の団長をやらせていただいたんですが、その結構苦労した経験から、その3つ、なんか割とショット系が多い気がするんですよ。もうちょっと長期的になんかこう取り組んでるものって他にはないんですか？中学高校ではバスケットボールを部に所属していたと先ほど言わせていただいたんですけど、ちなみにバスケはどれぐらいの結果で終わったの？2回戦目で敗退しました。地域予選みたいな。中学校の頃は地域予選の準決勝で負けてしまいました。初心者とか多いの？そうですね、初心者多いから、ね、みんななんかあんま上手くない、の中でどういう風にしていこうとしているとか、そういうのあったんですか？私はすごい負けず嫌いなところがあって、同級生だけじゃなくて先輩に勝ちたいっていう思いが強くて、練習以外に朝練習とかだったり、家に帰っても家の中だったり公園で行って、でバスケットボールと一緒に寝てました。バスケ以外の日常生活の部分って、なんか例えば自主練する時もあれば、それ以外は何してたの？基本は私勉強をしていました。学校の成績どんぐらいだったの？学年で言うと本当に上位の成績を取らせていただいて、上位 6人だけ の、成績優秀者に贈られる賞をいただきました。留学はどこ行ったんだっけ？カナダのバンクーバーに、現地の学生が本当に受けてる授業も一緒に講義を受けていたので、すごい刺激的に。学生生活って就活期の前まではこの部活以外だと何やったの？部活が本当に忙しかったんですけど、その合間を縫ってボランティア活動を行っていました。え、バイトとかは？アルバイト経験は大学入ってはほとんどなくて。お金どうやって来てる？お金は、親からもらってる。はい、もらってます。バイトできひんぐらい忙しいの？部活動は本当に忙しくて時間がなかったです。なんでその部活に入ろうと思った？そうです、応援団。すごい憧れがまず大きかったんですよ。同時に中高バスケットボールやってたけど、あまりその成果を出せなかった、だから強い部活に入ろうと思ってそこに入りました。これ今はもう続けてるの？今はもうやめています。
何年生の時に2年生最近ですね。留学を辞めたのは何でだろう。将来のことをすごい考えるようになったんですよ。その将来何になりたいのかって思った時に、視野考えた時にしないなっていうのが一番に思って、もっと私はビジネスパーソンとして活躍していきたいって思ったので。将来はどうしていきたいですか。ビジネスの面で死ぬまでずっと働いていたいっていう思いがあって、自分の可能性を信じてずっと上を目指して走り続けたいなっていう思いがあります。なんか留学前後での行動とか考えとかに、なんかどんな変化がありましたか。留学前は大会で4年間頑張ろうって、4年間頑張って就職して、まあ、家庭を持って幸せな家庭を持ってそのまま死んでしまおうって思ってたんですけど、留学行って人生一度きりだから、もっとやれるとこまでやろうっていう、すごい成長意欲を持つようになりました。それまではあんまり自分の軸でやることって決めてこなかった。そうですね、大きいことじゃなかったっていうのが一つあって、内部進学で上がれる学校だったので、環境もあまり変わらないし、周りから確立してる自分もあったと思うんです。周りの自分を追いかけてきたなってすごい思って、でも留学行って改めて自分と向き合って自分の意思を持って行動しようって思いました。自分が描く理想像、ありのままの自分でいようって思いました。はい、じゃあこれで面接は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。これから結果発表ということで、緊張してますか。めちゃめちゃ緊張してます。フラの方お願いします。じゃあ結果発表、せーの、はい、あまり合格です。とじゃあ自分の方からと印象をお話しさせていただくと、はい、丸なんですけど、はい、めっちゃ完全に丸かっていうと、はい、ちょっと迷うところもある丸、はい、で、まあ、いいところから言うと、いいところは勝手に目標を高く置けたりとか、自分の中で多分何かやろうって思った時に常に一番目指されていたりだとかするので、はい、そういうタイプは多分普通に何やってもある程度活躍するっていう以上は並み込めるので、なんかそういう安心感はすごく大きいかなと思って、はい、でただ懸念点とかが、まだ成長中の人材って感じなの。だからいろんな方向に転びやすいんで、不安定だなっていう風な、印象を多分僕は持ってます。視野が狭い中で意思決定してきた経験の方が多いのかなとか、あんまりこう全体感を持って何か考えた結果今の行動しているっていうタイプでもない。しっかりなんか比較検討、自分の人生考えてからやってもらえると嬉しいなと。はい、あとここがあればっていうところも藤本と一緒で、今人生の分岐点なのかなっていうふうに思って、多分もっとなんか自分の土台を作ったものってもっともっと過去にあると思っていて、なんかその自分の根本の価値観を理解した上で今後なんか人生の意思決定していかない、また新しいものに触れたらすぐやめてそっちに行っちゃうっていう、多分中途半端になっちゃう。もっと根本の自分の価値観を理解して今後就職活動とか、まあ、人生なんか進んでいってほしいなっていうふうに思いました。はい、全力で就活したら成長するタイプですよ。はい。エバレジさんで求めている人物像ってどういった方でしょうか。まあ、分かりにくい言い方からスタートすると、育成しやすい能力よりも育成しにくい能力とかが優れている人間の方がやはり欲しいですし、育成しにくい能力ってなると分かりやすく3つ挙げたら、まあ、1個は例えば仕事好きな人が生きてるんですけど、基本的にみんな仕事前向き取られてて、どうせやるなら楽しい方がいいし全力の方がいいよみたいなタイプの方が多いんで、だからそういうなんかスタンスをそもそも持ってるっていうのはやっぱ素晴らしいなと思うし、2個目が志高い人、これめちゃめちゃフィットしてるんじゃないですかね。人よりも多分高い目標を掲げるタイプっていうのに近いですけど、どうせやるならなんか世界一になりたいなとか、そこに目標を自分でなんか勝手に置けるっていうのが結局勝手に成長していったりとかね、人よりも成長する人材の特徴なのかなと思ってるんで、最後3つ目が努力の器が大きい人、やるって決めたら苦しくても逃げないとか、単純に負けず嫌いだから絶対に勝つまでやめないとか、なんか結構仕事してて踏ん張らないといけない時ってやっぱり若手の時多いのかなと思っていて、やらなければいけない時にちゃんとなんか自分でこだわり持ってやれるかどうかってめちゃめちゃ重要で、まあ、そういう意味での多分苦しくても逃げないとか、自分が納得してもやりきるみたいな、多分努力の器の大きさみたいなところが重要かなと思うんですけど、そういうタイプが欲しいですね。